東山区は、京都市を構成する11区のうちの一つ。区内には、ディオンなどの歓楽街や三条京阪周辺などの繁華街があり、京都市の都心部を隣接する下京区、中京区、上京区と共に形成している。鴨川左岸の平野部は、古くから市街化されているが、東山祭六には大規模な自社が林立する。また、京の七口の一つである波田口があった区である。 景観条例等の規制が比較的厳しいこともあって、他の区で見られるような山間部の住宅開発は行われていない。東山から見た、八坂の闘技温を流れる白川山地下線人口は市内11区の中で最も少ない。また、65歳以上の高齢者比率は11区中、最も高く、全国の政令指定都市の行政区の中でも6番目に高い。 一方で複数の女子校が立地している、関係上、20歳前後の女性の人口が突出して多いこともあり、平成27年の国勢調査によると、人口成比は74.69都市内で、最も女性の割合が高い区であり、全国的にも女性の割合が非常に高い地域である。馬町空襲の地区役所東山警察署、 東山郵便局商業中継局9、私立六原小学校保育園三条京阪、バスターミナル路線バス高速道路三条白川にある、現存では、京都で最古の道標辰見橋木温工部三名坂、京都国立博物館。ありがとうございます。